始まりました、トービアクチャンネル。私、VTuber 三岡店長です。サライです。どうぞです。はい、よろしくお願いします。はい、今回は何ですか？テキライです。テキライ、はい、ね、もうすでにね、動画上がってると思うんですけど、はい、選定してもらって、そうです、そのままね、引き続き今回はテキライということで、はい、陽蔵先生に、はい、また教えてもらおうかなと思ってます。引き続きね、よろしくお願いします。それじゃあ、まあ早速やりましょうか。そうですね、テキライ始めますか。はい、はい、お願いします。それじゃあテキライの方始めていきたいと思います。はい、じゃあせーの、レッツゴー。はい、じゃあ見えますかね、皆さん。はい、この辺もね、花芽ですね。このぷくっとしたのがね、花芽ね、花芽です。ちょっとね、裏側なんですけどね、ここの花芽と花芽の間に見えますかね、これがね、葉芽になります。葉芽はね、来年の後ね、こう枝になってこうね、養分をね貯めたりするんですけど、花芽の方がね、こう実になっていきますので、このね、花芽をたくさん残しすぎるといいものができません。そう思われがちなんですけど、たくさん実ができるということは、そのね、実に養分がね、こう分散こう取られちゃうので、葉っぱに100枚に対してこう1つのね、桃を育てるっていうのがね、やっぱ一番いいかなと思いますので、葉っぱ100枚に対して実が1つ、はい、実が1つ、それはなんでですか？そう習ったんです。いいですか、それで。桃のね、教科書にそう書いてある、ね。そうです、はい。まあ、ほんとね、80枚から100枚でね、一家ってね、僕習ったんですけどね。やっぱまあ、美味しい桃がね、できるよ、ということで。やっぱり、葉芽はね、一つからの10枚。10枚も。花芽が、たくさんあったら、そのうちは、難しいな、説明って。感覚でね、やっちゃってるので、ね。じゃあ、ちょっと、陽蔵先生に聞いていきます。そうですね。はい、お願いします。一応教科書にはね、だいたい葉芽8から10、80枚からちょっと100枚葉が出ますんで、はい、今回は一家っていう感じでいけば、多分この枝だと葉芽が多分先端にしかないから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ここまでいったら13葉芽、はい、基本多分そこでじゃあ一家ぐらいですね。実際数えてみて、あ、ここにハメ何個で、だいたいイメージでこれぐらいでハメ 10かなっていう、枝の何スペースこれぐらいで10かなるなと思ったら、それを他にも転用していって、だいたいこの辺に1個っていう感じで、だけど最初にやっぱりこう実際数えてみる、はい、でイメージをつかんで作業する、それでいいの。勉強になります。今この花芽いらないやつを取って、花の咲くその養分を早く葉芽の方に、で早く葉を大きくする、その花芽を咲かす養分を葉芽の方に振り向けると。ああ、なるほど。イメージとしたら、で早く葉を出させて、葉を早く活動さす、あ、光合成が早くできると、はい、そうなると実にその養分が変えると、そしたら美味しい桃ができると。好循環ですね。この時期に花が咲くまでにやってしまうと。これがだいたいどれぐらい？30センチ。30センチ。これ清水なんですけど、5つぐらい花芽を残す感じで、で、けど咲きすぎると風が吹いて実が揺れて、例えばここに枝があると当たっちゃうんで、できたら枝があるとだいたい真ん中かちょい後ろ気味ということで、多分この辺りなるんかな、この辺りの花芽を重点的に置いておくと。お、結局この元と先は全部取ってしまう。でもちろん桃は下になりますんで、上にある花芽も飛ばすと。
まあ、少々横であっても桃の重みで若干は枝がこうねじれますんで、下に向きますんで、まあ、基本 上を飛ばす。あ、そんな撫でるだけですぐ取れるんですか？取れないこともあります。取れることもあります。この時期はどっちかというと取れにくいです。もう少しなすると大きくなってくると簡単に取れるんですけど、ポロポロと取れるんですけど、これで今多分5つぐらいこう残ってます。だいたい桃をつけるところにだいたい集中して、うん、でいらないとこは飛ばす。飛ばすとな感じでやっていきます。で、反対にこんな短い、こういうやつはもう先端に1個、ここ1個、結局ここにあのソフトボール台ぐらい、ソフトボールって大げさかぐらいの桃がこうなりますんで、そうするとここに枝が当たってしまいますんで、多分桃が傷がついてしまったりします。でも袋掛けとかするじゃないですか、はい、先端だったらすごく掛けにくそうなイメージがあるんですけど、今はここの先端にハメが あるんですけど、ちょっと見えづらいです。ここにハメがこう伸びてきます。あ、伸びてきます。この袋掛けるタイミングでは多分枝が伸びてると、これぐらい多分 なってると思う。で、ここにつくと。あ、じゃあ今はすごく作業しづらそうに見えても、袋掛けするタイミングの5月末やら6月ぐらいになってくると枝が多分伸びてきてますんで、これ去年ここちょっと枝赤いですけど、これ去年1年間でこれだけのの伸びた枝なんです。1年間で多分これこのままいくと多分今年伸びても多分こんなもんだと思います。あまり伸びないですね。短い枝はそう伸びません。その代わり短いゆっくりこれでかけて伸びてますんで、ここに実が つくとゆっくり実にも養分がいっていい桃ができると。で、あとこれもう受粉ができて実になりだして、多分5月の連休明けぐらいから多分ここ実がポコポコポコっとつくんできてきますんで、で今その段階でまた今5つぐらい残ってたら2個にすると。で、今度袋掛けの前にじゃあどっちにするで1個です。最終的には1つで、それに袋掛け。なるほど。っていう感じ。なるほど、勉強になりますね。さっきのね、種子のこの先端の処理は、この適来の時はこうどうしとったらいいですか？種子や種子は、種子や種子の先端を下げないようにしないと、はい、養分を引っ張ってもらえないんで、うん、根の方から養分を、はい、頭を下げちゃうと、うんうん、あまりよろしくないんで、はい、先端は基本、教科書だったら50センチぐらいって書いとったかな。だいたい先端から50センチぐらいの花芽は全摘来。全摘来で。で、養分を引っ張ってもらって、はい、引っ張り上げてもらうポンプの役割をしてもらわないといけないんで、50センチ程度は全摘来で、はい、もし実がついていて、もし実がなったとしても、実はつけたらダメ、はい。枝が下がっちゃうと、ポンプの役目をしなくなるんで、もしついてたら取って。うん、なるほど。はい、じゃあね、こんな感じで今ね、適来のを見ていただきました。じゃあ最後ちょっとね、おさらいでね、もう一度、何に注意するかっていうのをね、ヨドさんに伺っていきたいと思います。まずこの適来の注意点、まあ、どこを残してどこを落とす、はい、短い枝はもう先端に花芽一つ、はい、で、まあ今さっきだったら大体30センチぐらいの枝でしたけど、はい、大体真ん中あたりに実が来るのをイメージして、そのあたりの羽目を、はい、まあ、私うちの感じだと5つ程度羽目が、ね、はい、羽目が5つ程度残るように、はい、だから上向きとか先、うん、本当、はい、いらないとこは全摘です。で、種子や種子の先端、だいたい先端50センチ程度は全部羽目を取って、はい、早くそこは葉が出るようにして、元から養分を引っ張り上げてもらう役目、はい、ポンプの役目しますので、はい、先の50センチ程度は全摘をすると、はい、いうぐらいですかね。はい、はい、ということで、ね、今注意点ね、教えていただきました。もうこれね、皆さんぜひね、実践してみてください。はい、ということでね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。